南コーカサス周辺の衛星写真と国境カフカス山脈南コーカサスあるいはザカフカジエはアゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアの三国の総称。ロシア語としては不正確だがザカフカス、ザカフカース、南カフカスとも、また英語ではトランスコーカシア、またはトランスコーカサス。ザカフカジエ、トランスコーカシアとの呼称はそれぞれロシア語、ラテン語で 高カサス山脈の向こう側という意味であり、北のロシア側から見た故障であるため、向こう側とは南側を意味する。この故障は、モスクワ中心の考えであることから、近年、日本の文献では避けられる傾向がある。なお、厳密には、ロシアの措置周辺は南側、アゼルバイジャンのダバヒ県、クバ県、クサル県、シアザン県、ハヒマズ県、 事件は北側に位置する。北はロシア、南はトルコとイラン、西は黒海、東はカスピ海に囲まれる。ヨーロッパではなくアジアに属するが長くソビエト連邦領だったこともあり、西アジアや中東には含めないことが多い。コーカサスはコーカサス山脈周辺の地域を指すが、その南部を占める。しばしばザカフカジエとの故障で単にカフカース、 コーカサスを指すこともあるが、文脈によっては、北、コーカサスを意味することも多いので注意を要する。ジョージア西部のコリヒダ低地、アゼルバイジャン中東部のクラーラクス低地を除けば、山岳地である。南部には消化不活山脈がある。南コーカサス周辺の民族分布それぞれの国家の、主要民族はそれぞれアゼルバイジャン人、アルメニア人、カルトベリ人である。 他に少数民族として、ソ連時代の移民の子孫である、ロシア人、ジョージアのアブハジア人、アジャール人、オセット人、ギリシア人、アルメニアのクルド人、アゼルバイジャンのレズキ人、タリシュ人などがいる。ジョージアの主要少数民族は、民族自治区として、アブハジア自治共和国、アジャリア自治共和国、南オセチア自治州を形成している。アブハジアと、 南オセチアでは独立運動が盛んで、ジョージア政府の権力の及ばない、事実上の独立国となっている。アゼルバイジャン人とアルメニア人の居住地域は複雑に入り込んでおり、民族紛争の火種となっている。アゼルバイジャンは、アルメニアとイランに囲まれた地域に、飛び地のなチ一番自治共和国を領有している。アゼルバイジャンソビエット社会主義共和国のアルメニア人、 自治州であったナゴルノカラバフはアルメニアの支援を受け事実上の独立国となっている。これらの地域を含む国境地帯では民族浄化により小さな民族的飛び地や昆虫地域が消滅している。山岳で隔てられていることもあり各国の文化は大きく異なっていて共通点は少ない。主要言語はアゼルバイジャンはトルコ語系のアゼルバイジャン語、アルメニアは インドヨーロッパ語族のアルメニア語、ジョージアはこの地域以外にはほとんど分布しない、南高カサス語族のグルジア語である。旧ソ連構成国であったこともあり、ロシア語も広く通じる。主要宗教は、アゼルバイジャンはイスラム教、アルメニアはキリスト教アルメニア史と教会、ジョージアはキリスト教グルジア正教会である。ザカフカースソビエト連邦社会主義共和国の国章。 ありがとうございます。